はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日は前回の動画に引き続き年末に行われた翔平図紅白戦の様子、2試合目ですね、の後半をお届けいたします。ピッチャーはチームヒロとクスヌクに変わっております。そして変わりっぱなをチームシュンさん、カイトくんが1試合目も含めて初ヒット、そして続くバッターサードゴロ、ゲッツかと思いきや両平が握り損ないセカンドのみのアウトになります。はい、そしてこれ止めたバットで落ちるんですけれども、ファーストがアウト、ただランナーが進塁しており、ここでチャンスになります。はい、そしてこれバッテリーエラーの間に一気に三塁へ。はい、これでね、さらに得点のチャンスが広がります。さあ、そしてこれもキャッチャーがそらしてしまい、はい、同点に。さあ、このあと後続を抑えることができるか。これがちょっと高めに外れてフォアボールです。楠木君もね、普段は、まあ、ピッチャーやってないらしいんですけど、はい、ちょっと上がってもらっちゃったんで、はい、そしてこれ高さんのところでアウト、ただアウトになるも1対1の同点になります。チームしゅんさんのピッチャーは平井君に先頭の松井がフォアボールで出塁。やっぱね、ホッケに手入れてるから本当に寒かったんですよね、この日。はい、そして宝崎さん、これがキャッチャーフライ、ナイス反応ですね。高く上がってないキャッチャーフライってまず探すので戸惑うので、そこよく取るなっていう。はい、そしてこれゲツか、ただこれが送球浮いてしまう。これでランナー1、2塁となり得点圏になります。さあ、バッターエガ、エガね、今日ちょっといいところがないんで。はい、これボテボテの当たり、セカンド、これも弾いてしまう。ちょっと送球乱れてしまいましたね。はい、さあ、満塁でバッターには良平が入ります。これも見たような打球、そしてホームはこれがセーフ。失策が続いてチームヒロと勝ち越しです。はい、全部打ち取られてる打球なんですけどね、野球ってこういうところありますからね。はい、1点勝ち越しを取ります。そして4番には翔平が入ります。はい、この打球ドカンと、さあどこまで行くか、レフト下がる下がる下がる、超えた、完璧に捉えた、レフトオーバー。はい、まず1人目がホームイン、そして笑顔も帰ってきて2点タイムリー、ナイスバッティングです。いや、これね、風なかったら入ってたんじゃないかっていうぐらいのバッティングです。さあ、なおもランナーが2、3塁、これがバッテリーミス、サインミスかな。はい、これで両平がホームイン、さらに1点を追加いたします。さあ、3ボール2ストライク、何を投げるのか、わずかに外れてフォアボール。はい、ちょっとね、まあいいとこだったんですけどね、確かにまあ見てみればわずかには外れていますね。はい、そしてこれピッチャーゴロ、ゲッツーを狙うがセカンドはアウト、ファーストはセーフ、内野ゴロの間にもう1点追加となります。そしてこれ、あの前編で言ったんですけども、ちょっと三塁側に置いてあるカメラの調子が不調で一塁方向への、目線がないのが申し訳ないです。あと本当に風が強いので、あのノイズが入っちゃってたりとかするのは、そこもすみません、ちょっとご了承ください。はい、そしてオッチョさんがセンター前運んだ後にユウスケさんのこの打球、強烈な打球がレフト線へ、大久保くんが帰ってきますと、チームフロント打線つながってます。はい、ナイスバッティング。はい、そして龍也くん右打席入ってますね、ていうか、はい、これが内野ゴロとなり、スリーアウト。ただね、この回チームヒロと大量得点となっています。つながりましたね。そして笑顔がバウンドへ上がります。笑顔もね、久々の野球って言ってましたからね、まあ、それでもね、どんなピッチング見せてくれるのか。はい、そして先頭がフォアボール、そしてデッドボール、ごめんなさい、変わってすぐ2者連続で四死球となります。
絵がね、ちょっといつもふんわりボールでねストライク取ってたんですけど、この日がちょっと取れてない。そしてこれマークバウンドが合わずパスボールとなってしまいます。はい、ランナーが三塁。そしてこれも股の下抜けちゃいましたね。恥ずかしいですね。はい、1点追加、追加というか1点を返すか。はい、これはちょっとね僕のミスですね。止めてあげればよかったなと。はい、なおもランナー三塁。これがセンター前抜ける強烈な打球。はい、タイムリーでさらに1点を返します。ナイスバッティングですね。よく溜めましたね今のは。はい、そしてこれも鋭い当たりがレフト前へ。こっちはファーストで投げるんですけれども、まあ、これはねさすがにセーフですね。はい、ノーアウトランナー1、2塁。そしてこれもレフト前へ。これで3連打です。打たれているのは全部ふんわりボール。手がねちょっとまっすぐ投げれないですね。はい、そして満塁のピンチで翔平がマウンドへ上がります。このままね続けば連打が続いたりしたら、まあ、試合が分からなく場面。さあどうやって翔平は抑えていくのでしょうか。はい、まず先頭、これがショートへの強い打球、一回弾くもその後落ち着いてましたね。ショートゴロで本塁アウトに。これちょっとただ両辺気をつけなきゃいけないのがコリジョンをね、今のは気をつけなきゃいけないなと。はい、ただこれがストライク入らず、いいファスが入らずフォアボールとなってしまいます。はい、1点が押し出しで入ってしまいます。ただね、自責はエガです。はい、この失点の自責はエガです。はい、そしてこの打球サード松井さばいて本塁アウト。これサード投げるんですけどね、これ龍河くんよく止めてくれました、ありがとうございます。とこれでね2アウトとなります。そしてまたインファス、これが多分止めたんですが当たっちゃいましたね、内野ゴロで。このねノーアウト満塁で上がったマウンドで上がったんですが、1失点の自責ゼロで抑えます。はい、そしてチーム旬のマウンドにはキャプテンの旬さんが上がります。はい、これがフラフラっと上がった打球がセンターフライ。先頭をねまずしっかりと抑えました。カイト君もねさすがの守備範囲ですね。はい、そしてワンアウトでこれキュルキュルっとした打球がファーストセーフ。まあ打ち取ってるんですけどね、まあ、ちょっと不規則な回転でしたね。はい、そしてヒロトの場面。はい、ヒロトも体カチンカチンなんだろうなっていう、本当に体動いてなかったですね。はい、そしてツーアウトでここでスチール。はい、谷中がね盗塁して、まあ、点差追い詰められてるんで、まあ、このスチールで得点圏にっていうのはでかいですよね。はい、そしてこれが松井の打球、右中間への長打コース、谷中が悠々とホームイン。まあ、タイムリーツーベースでね追加点となっています。そしてこの場面で、はい、三投。さあ大崎さん、どんなバッティングを見せるか。これが流し打ち、レフトの前に落ちる、しぶといヒット。これもタイムリーになります。やっぱ1本出ると続きますね。はい、そしてこれがショートゴロなんですが、ちょっとファーストミスがありました。はい、これもまた出塁でチャンスになります。はい、そして映画、ショート大輔がガッチリとキャッチ。風吹いてるんですけどね、ナイスキャッチです。はい、そして時間のためこれにて終了になります。皆さん、強風極寒の中ありがとうございました。2023年も楽しく翔平ズ開催してまいります。チャンネル登録よろしくお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜ。
君と